おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日6月2日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは朝9時の予想天気図を見ていきましょう。今日は高気圧が東へ離れ、太平洋側を中心に雲が多めの空となります。ただ大きく天気が崩れる心配はなく、広く穏やかな空が広がります。前線の影響で今日も南西諸島はざっと雨が降る恐れがあるのでお気をつけください。ではアイコンでお天気を見ていきましょう。沖縄は雲が多めでざっと雨が降ったり雷を伴ったりする恐れがあります。西日本、東日本は太平洋側中心に雲が多めなものの、広く日差しが届きます。午後は東日本の山沿いエリアでにわか雨や雷雨の恐れがありますので、空の変化にお気をつけください。また夜になると九州南部の沿岸でにわか雨の可能性があります。北日本エリアは気圧の谷が通過します。東北エリア、朝は雨が降る可能性がありますが、だんだんと天気回復し、昼間は日差しが届きます。北海道も広く日差しが届くんですが、一時的に弱い雨が降る可能性がありますので、外出の際は念のため折りたたみ傘があると安心です。今日も気温が高め、昨日と比べると西日本方面低くなるところが多いですが、25度を超えるところが多く、日差しの下では暑さを感じられそうです。今日も油断せず、こまめな水分補給など暑さ対策を行うようにしてください。ではここからはお洗濯情報も見ていきましょう。今日はお洗濯情報、外干し OK というところが多くなります。沖縄はざっと雨が降る恐れがあるので、怪しい雲に要注意。お出かけされる場合は部屋干しが安心です。新潟や仙台も朝は雨が降る心配があるんですけれども、昼間は天気回復し、日差しが届きますので、広いエリアで今日は外干しをすることができそうです。明日、明後日と雨が降りやすくなってきますので、今日の日差しを有効にご活用ください。全国の天気をお伝えしていきました。